DNA 分子と結合する黄色症状場へのホメオドメインタンパク質、ホメオドメインホールドはタンパク質ドメインの一つで DNA、RNA に結合し、特に転写因子によく見られる。60アミノ酸残機のヘリックスターンヘリックスからなり、3つのアルファヘリックスが短いループ領域でつながれている。N 末端側の2つのヘリックスは逆平行に並び、 シーマッタン側の長いヘリックスは軸に対してほぼ垂直に配置している。DNA と直接作用するのはこの3番目のヘリックスである。ホメオドメインホールドは主に真核生物に存在するがラムダファージも高い相造性のタンパク質を持つ。真核生物ではホメオドメインは個々の組織や器官を作る遺伝子を強調して発現させ細胞分化を引き起こす。 ホメオボックス遺伝子は約180残機からなる DNA で、脊椎動物と無脊椎動物でホメオドメインタンパク質をコー度する。ホメオボックスの存在は症状映えで最初に見つかった。ホメオボックス遺伝子が変異を起こすと表現型が大きく変わる。このような変異で最も有名なのはアンテナペディアで、触覚の代わりに頭から足が生えた個体である。 ホメオボックス遺伝子は、肺発生でも重要な役割を果たす。ホメオドメインでは、C 末端側の認識ヘリックスが DNA の主孔と N 末端側のテールが含み座と結合して DNA と特異的、非特異的に結合する。認識ヘリックスとヘリックス間のループは、アルギニントリ心残期に富み、ヌクレオチドと水素結合を形成する。 また認識ヘリックスの中央にある保存性の高い素水残機がヘリックスのパッキングを助ける。ホメオドメインタンパク質は DNA の5あったマイナス3という配列と特に親和性が高く全体の配列とは無関係なところでも結合が起こる。プール領域を含むタンパク質はホメオドメインと構造的によく似ているが別のプールドメインの含む。 プードメインは2つのヘリックスターンヘリックスからなり、やはり DNA に結合する。これら2つのドメインは、可変ループでつながれ、標的 DNA の両端とそれぞれのドメインが5、HGC アットマイナス3という保存配列で結合できるようにする。プータンパク質の個々のドメインの DNA への結合力は弱いが、配列特異性による親和力は強い。興味深いことに、 フードメイン自体の配列は、ラムダファージの抑制因子と構造的な類似性が見られる。ありがとうございます。